藤井工務店の家づくりナンバー18として、今日は太陽光発電の採算性についてご説明します。太陽光発電の採算性についてはいろんな情報があって不安を持っている方も多いと思うんですけども、実際当社でのシミュレーションと、施工の金額を今日お伝えして採算性がどうかということをご説明していきたいと思います。太陽光発電の発電量のシミュレーションは施工が確実に行われていれば、ほぼあのシミュレーション通りもしくはそれ以上の発電量が得られます。例えば、巻き込むの煙突で影ができるとか、その他に電柱の影になるとか、そういったことも考慮して、施工というかシミュレーションしていますので、シミュレーション通りの、発電量が得れると、ご理解ください。そして、太陽光発電の採算性に関しては施工費がどれだけかかるかっていうところに、大きく、左右されます。当社での標準的な、21枚のパネルの、8キロワットアワーぐらいの容量なんですけれども、その施工費が、税込みで120万円から130万円ぐらいです。これは、非常にお安くなっていると思います。また2021年度まではパネル1枚あたり340ワットになったんですが、今年から1枚あたり390ワット、50ワットも1枚あたりの発電容量が大きくなって、そういう施工費の違いというのはほとんどないので、かなり太陽光発電の容量に対する施工費というコストパフォーマンスが良くなっています。では次から実際の発電シミュレーションを見ながらご説明させてもらいます。はじめに発電収入換算額というところ、これが16万3780円とあります。これは1年間のこの太陽光発電を採用することによって得られるメリット、金額的なメリットの総計を表しています。この発電収入の換算額、この金額の中には自己消費、自分の家で使った電気と売電の電気代というこの2つの要素があります。太陽光発電は基本的に自分の家でできた電気、発電した電気は自分の家でまず消費をして余った分を売電するというシステムです。なのでその自己消費、自分の家で使った電気というのは、太陽光発電の電気というのはそれを買わなくて済んだ、そのメリットとして計算します。その買わなくてよかった電気代という計算はちょっと難しいんですけども、太陽光発電導入させていただくお宅は、基本的にオール電化の契約で、E-Time3 という電気契約を取っています。この E-Time3 というのは、時間帯によって電気料金が違うという、電気料金メニューで、深夜時間帯は非常に安く、そして、朝晩は割と平均的な金額ですね。そして午後の時間に少し高くなるっていう電気料金のメニューになっています。そうでない一般的な人の電気料金というのは、だいたい重量電灯 B という電気料金の、なんですけども、その場合、今では 30.26 円プラス再エネ賦課金プラス燃料調整費合わせて、35円ぐらい、消費税を入れて36円7円ぐらいの1キロワットアワーあたりの電気料金になっています。そういった中でシミュレーションの自己消費の単価 39.16 円というのは、この E-Time3 の朝晩時間と午後の時間の調整というか、それを元にしてこのぐらいの金額であろうという計算をした金額、単価が入っています。これを見ていただいて気づかれたかと思うんですけども、自己消費の分のメリットが7万492円で、売電が93,288円ということで、売電の、ウェイトがそんなに大きくない、自己消費 のウェイトが、半分近くは、近くというか、結構あるんだなっていうふうに、ご理解いただけると思います。これは今その売電金額は2022年度は、1キロワットは17円の売電なんですけれども、これは10年前は42円とかだったんですが、売電金額が下がったことによって太陽光発電のメリットが少なくなっているっていう、考え方もあるんですけども、自家消費の部分が結構大きいというのと、
まあ、太陽光発電のシステム価格、最初の施工費が10年前に比べて今はもう半分以下、3分の1ぐらいに近くになっているので、その辺を比べ考えてもこの売電単価が下がったっていう影響はないと考えられます。まあ、いずれにしてもこのシミュレーションでは年間の、太陽光発電をつけたことより金額メリットが16万3千円で、で施工費、まあ、太陽光発電の設備費が120、30万円ということなので、まあ、7、8年で最初の施工費が回収できるという計算になるので、まあ、間違いなく太陽光発電をつけた方が金銭的なメリットは得られます。太陽光発電のメンテナンス費用を気にされる方もいると思います。基本的に太陽光発電というのはメンテナンスというのはありません。屋根の上 の太陽光パネル、それを洗ったりとかいうこともないですし、何かこう保守点検をするという、まあ、保守点検はあるんですけども、お金がかかるようなことはありません。まあ、あるとすれば、まあ、15年後ぐらいに、パワーコンディショナーという、まあ、直流でできた電気を、まあ交流 100V の電気に変えるという機械が、まあ、15年ぐらいで交換する必要があると言われています。まあ、このパワコンの交換費用が15万円から20万円ぐらいと言われています。なので、まあ、それを1回交換すれば30年使えるということを考えれば、そのメンテナンス費用はまあビビたるものだということになると思います。また、屋根材も、まあ、太陽光パネルをつける屋根は板金屋根なんですけども、まあ、板金屋根は30年もメンテナンスがいらないというわけではなくて、ペンキを塗る必要が、まあ、15年20年後に必要になると思います。ですが太陽光パネルを載せているところは紫外線が当たらないので、その部分は塗装をする必要はないかと思います。で、太陽光パネル自体も30年以上持つような素材なので、強化ガラスなので、まあ、劣化なく長年使える素材です。長年使うことによる劣化による発電量の低下を気にする方もいると思います。私実際使ってみたところ、10年間ぐらいはあまり劣化、その太陽光発電の容量が発電容量が減るっていうことはあまり見受けられません。ですから、まあ、いろんな話を聞くと、まあ、10年から20年の間に、まあ、10% とか 20%、30% 劣化するっていうふうに言われています。そして20年から30年の間にも、まあ、もうちょっと劣化して、まあ、30年後に発電容量が減ったとしても、まあ、もともとの6割ぐらいは確保できるではないかというふうに考えられます。まあ、その時点でパネルを交換するということも選択肢に上がるでしょうし、まあ、もしくは、まあ、そのまま 60% あればまあ大体いいんじゃないかということで、そのまま使い続けるという選択肢もあるかと思います。まあ、それと太陽光パネルの、まあ、廃棄物処理としてのコストを気にされる方もいると思います。今現状では太陽光パネルの、まあ、廃棄というのがあまり行われていないので、少し高い金額になっているかと思うんですけども、これが今から、まあ、10年後20年後になれば、多くの太陽光パネルが、まあ、更新、まあ、乗せ替えたりとかっていう場合もあるので、そういった産業が、まあ、こなれたものとなってきて、もっと安い金額で処理ができるというふうに思っています。太陽光パネル自体にはその有毒性物質とかはありません。まあ、ガラスと、まあ、アルミニウムと、あと若干のプラスチック、それとシリコンなので、単純な素材なので、その分離というのは難しいことではなくて、処理費用も高額にならないというふうに考えています。次に、太陽光発電は、まあ、冬、まあ、積雪雪によって壊れたりするんじゃないかとか、まあ、冬場、まあ、発電しないから意味がないんじゃないかって思われている方もいると思うんですけども、まず、積雪に対するこう壊れるということに関しては、積雪荷重 1.5 メートルの強度を持ったもので設計しているので、壊れるということはまずありません。次に、その冬季、発電しないんじゃないかっていう、これは確かに発電しません。雪が乗っている間は発電しません。ですが、発電は、年間を通しての、1年間を通しての発電容量ということで計算していますので、冬場、まあ、発電はしないんですけども、その夏場あり余るほど発電するので、まあ、それを売電してお金として取っておいて、冬場に電気を買うお金として利用するということで、年間トータルで考えて、まあ、採算が取れるというか、まあ、ゼロエネルギーになっているっていう考え方です。
まあ、シミュレーションの方を見ていただくと、まあ、1月、まあ、2月は補正として 45% の、まあ、日射量に対して 45% だけの発電容量として見込んでいます。あと12月と3月は 70% ということで、全体発電量を見ると1月2月、まあ、11月12月はあまり発電していなくて、まあ、夏の間に3月からまあ10月の間に発電したものが、まあ、主な電気の年間のトータルの数字ということになっています。そして長期的に見て太陽光発電はどうな、まあ、入れるメリットがどうなんだろうかということなんですけれども、まず、まあ、10年以内には、まあ、当社で施工した場合初期費用は回収できてますので、まあ、その後、10年目以降は、まあ、メリットにしかないんですけれども、ですが、まあ、その売電金額が、まあ、例えば今今年17円で契約してますけど、11年目からは、北海道電力で継続したら8円になります。ですが都独電力とか別の電力事業者に売電すれば11円とか12円とかで売電することが可能です。まあ、その売電の金額を少しでも上げるということも、まあ、大事なんですけども、まあ、それ以上に自家消費の電力を多くするということの方がメリットが大きいです。まあ、今後、まあ、電気料金以外にもエネルギーコストというのは上がっていくことが予想されます。その際、まあ、自分の家で発電するエネルギーがあるということは非常に安心感が得られると思います。まあ、家庭で使う電気エネルギー以外にも、まあ、車の電気エネルギーも自分の家で発電して使うことができれば非常にこう気持ち的にも、まあ、安心なものだと思います。蓄電池の導入とか、電気自動車の導入というのは、まあ、コストもかかることなんですけども、全くコストがかからずに、今あるエコキュート、まあ、電気温水器を、まあ、最初10年間は深夜の電気料金の安い時間帯にお湯を沸かす設定をしているんですけども、これを昼間太陽光発電が、動いている時にお湯を沸かすという設定に変えることで、エコキュートを、蓄電池代わりに、使うことができます。まあ、そうすることで自家消費を増やすということもできます。でもちろん、まあ、10年後とかに、蓄電池も安くなっているでしょうし、まあ、EV 電気自動車も安くなっているでしょうから、まあ、そういったものを活用して、エネルギーを削、まあ、エネルギーコストを削減していくということが、これから、まあ、求められるというか、非常にいいことだというふうに思っています。以上です。